アニメ大好き濃厚アニソンカウントダウンをご覧の皆さん、大輝です。そうですね、最近夢中になっているもの、僕本当ゲーム好きで、今フェイトグランドオーダーっていう、ずっと続いてるソーシャルゲーがあるんですけども、そのゲームがイベントに入るともう本当に時間をすごい持ってくるんですよ。今それに完全に夢中ですね。はい、現在ニューシングル終わりの始まりリリース中でございます。この楽曲はですね、男女の切ない恋模様を描いた楽曲になっているんですが、この楽曲を書いてくださったのはなんと僕の本当にずっと憧れのロックバンドのシドの、アキさんに楽曲を、そして歌詞を真央さんに書いていただきました。本当にありがとうございます。もう僕はもう中学校のね、もう本当もう中もう頃から聴いていまして、で18歳ぐらいの頃からさらにこうシドさんの楽曲にのめり込んでいって、もう今ではもうこんな感じになっております。この楽曲ミュージックビデオを撮らせていただいたんですけど もうこのミュージックビデオ本当にいろんな奇跡に恵まれたなと思っていて、海辺の方でこう撮影をさせていただいてたんですけど、こうなんだろう、ちょっとこういう、なんだろう、こうちょっとうつろなイメージを浮かべてこの楽曲自体をそもそも歌っていたりだとか、あとこう情景的には浮かぶものがそういうイメージだったんですけども、なんとなんかもう なんかすごいなんか霧とかすごいもう出てきちゃって、なんか本当に僕がカメラ映ってるのかなっていうくらいなんか濃い霧が出てきて、でもその風景がこうレンズを通すと本当に幻想的で、この楽曲のイメージにすごいぴったりで、本当にいい MV が撮れたなっていう風に思っています。ジャケットとかもね本当に綺麗に撮れてるんで、ぜひ皆さんに手に取ってご確認していただきたいです。今後の僕の予定ですが、まずこの終わりの始まり、ミュージックビデオが YouTube にて公開されております。そしてこの CD に入っている他の2曲ですね、恋のエフェクト、そして特別を頂戴という楽曲も、YouTube の方にミュージックビデオ出ていますので、ぜひ見ていただけたら幸いでございます。詳しくはオフィシャルページを確認してくださいませ。よろしくお願いします。それでは最後に番組からの濃厚ワードについて答えていきたいと思っています。今回は、冬支度スタート、冬の個人的三種の神器ということで、でも僕一番最初に浮かぶのはまずリップクリームですね。僕本当に結構唇乾燥しやすいタイプで、もちろんその夏とかでも全然使うには使うんですけども、絶対にやっぱ冬は必要だと思っているって感じですかね。でそこでやっぱこうなんかやっぱ次に浮かんでしまうのは化粧水と乳液なんかちょっと美意識高い系みたいな感じですごい恥ずかしいんですけど、別にそういうわけではなくて、単純に本当全ての乾燥が気になってくるっていう感じですかね。うん、でやっぱ3つ目にそうなってくると、また乾燥で入ってくるのがこう加湿器、やっぱ全ての乾燥がもう喉とかもすぐいかれちゃうんで、これだけはちょっと欠かせないって言ってるともう3つ揃ってしまうっていう感じですかね。もう1個になったら毛布ですね。はい、そんな感じでございます。それでは、またお会いしましょう。以上、大輝でした。バイバイ。